皆さんお疲れ様です。またまたクリームソーダの本なんですけど、これ5000円したんだね。あの部屋片付けてたらまた出てきてね、ちょっと出そうと思って、で中身見ると今まで全部じゃないんだろうけど、クリームソーダが発売してきた、T シャツとか服関係、小物関係をね、大体出てるんじゃないかな、ほぼ。懐かしいなと思いながらね、昨日見てたんですけど、ね、ちょっと前の発売した分なんでしょうけど、いいね。全部出てるのかな、小物関係の。写真がほぼですね。これ貴重な一冊になってしまいましたね。もう、ないですね。ね、ブラックキャッツのあたりとかね、ちょっといいなと思って、近くにねファンがいるわけじゃないんでね、ちょっと恥ずかしいんですけど、でもね自分的にはね懐かしいなって見てるんですけど、全部ほとんど出てるんじゃないかな。この辺もね、そうだもんね、バッグ関係もね出してた分じゃないかな。すごいクリームソーダを好きな人だったら懐かしくて思い出深くね、この一冊見れるともう価値あると思う。5000円だったけど、あ、こんなのあったあったと思って昨日もね見てたんですよ。最初頃からデザインの変更関係の写真も、ドクロキーの分も出てますよね。ほら。ね。どういう風に変わっていったとかね。ああ、こんなんやったね、と思って。持ってたんですけどね、このあたりの。これ、こういうの。あったんやけどな。これは今持ってるな。好きな人じゃないとわからないっていう。あれなんだけどな。財布もかなり出してますね。デザイン変更もあったみたいで。年数が書いてあったらね、何年とかさ、何年からじゃなくて何年っていう風に書いてあったら、何年頃とかさ、わかる範囲で書いてあったら面白いよね。またね、少しね、このパンツ関係ね、パンツもうまだね倉庫にかなり眠ってるんですよね、クリームソーダ自分。少しずつ出してきて、おっさんでありながら来たらかっこいいなと思って、かっこいいっていうか自分好きだからさ、ねえいいと思うよね。結構その年齢に関係なく来てて、結構年配の方がね来てるとまた面白いなと思って、いいなと思ったね、るんですけどね。ショップもほとんど出てますね。じゃあこれ貴重な一冊だなと思ってね、ちょっと動画撮っとこうと思ってしたんですけど、またねちょっと変わった雑誌がね出てきたらね、紹介したいなと思います。ありがとうございました。